アベマの日本代表インタビューの CM で柴崎が、あえて何も決めない的なこと言ってて、せっがじわっっしました。マジかそれ見てないから。言った時のニュアンスとかもちょっと見てみないと分かんないけどね。どうも、森保さんがそれ言ったけど読んでたんなら、忘れてるか、最近代表呼ばれてないから例外か。あえての意味わからん。<laughs> あえて決めたことあるんかい <laughs> 確かにね。決めてる人たちが言うことだよね。今日はあえて決めませんみたいな。 普段肉食ってる人が、あえて魚ですって言うからね。私、まあね、決めてない状態でうまくいくほどの選手でもないからな、シバスキの場合。決めないとおかしくなるタイプだからね。昨日のリバプールが言えることは、そうだね。ワールドカップ経験者、やばい。言ってた気すんな。でもそこは、誰なんだこんな、このワールドカップ経験者って。誰かいる武藤か。忘れてたんじゃないですか。 武藤ワールドカップ。あれ出たっけワールドカップの時って。その前の試合とかにちょっと活躍したけど、結局右サイド原口使われててみたいな。あれか、3戦目あの、ポーランド戦とかって言ってたか、ね。ワールドカップ直前のあれ、何戦だっけ武藤ね。4、4、2に変えた試合の右サイド良かったよね。